皆さんどうも、マキエです。今回はね、日付が変わって待っていた人が多いであろうね、ラストチャンスのお菓子が来たということで、これについてね、解説していくんだけど、まあ、おそらくね、タイトルやサムネになってる通り、前回のね、30% について、ちょっとだけね、解約入ってたわ。いや、またしてくるんかい、前回あんだけ言われて、みたいな感じなんだけど、じゃあ早速ね、内容を見ていくと、まあ、一番肝心のさ、ラストチャンのガシャスタンプについては、前回と内容変更なくて、1、2回目 SSS 以上で、3回目 Z 以上で、4回目5回目が WJ の新キャラかな。まあ、これについては変更ないから、まあ、ラスちゃんのいい部分はね、変わってないし悪くなってないから、まあ、ここはいいんだけど、前回の 30% と同様にウルトラ Z の確率がね、地味に下げられてた。前回みたいな大幅ではないんだけど、今回ね、2体の合計 0.8% で、前回 1% だったよね。で、今回1体ずつが 0.4 で、前回が 0.5 ずつだったから、まあ地味に下げられたわ。まあこれちょっとすぎるから、まああんまり変わんないっていうところはあるんだけど、まあ、10例目から30例目でさ、めっちゃ運よくウルトラ Z 引くっていうね、確率がまあ下げられたって思うといいかな。まあ40例目50例目がね、ラスちゃんは大事だから、まああんまり変わりはしないからね。まあいいとは思うんだけど、まあ地味に解約ね、これする必要あるみたいなところだから、もう運営さんはね、なんかもう叩かれたいんかわかんないけど、もうあえてのようにこれまたねしてきたわ、前回みたいにね、確率ね。まあでもね、暗黒アースはもう今回でロシちゃんがね、入手するのは最後のチャンスになる可能性もあるんで、まあまあ次目の復刻とかは考えたらまだあるけど、まあぜひね、持ってない人はね、引いてもいいガシャにはね、なるんじゃないかと。でもしね、回した人がいたら、コメント欄でね、結果教えてくればいいかと思います。はい、というわけでね、今回は以上になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。